皆様こんばんは。燃える火曜日 FESN Tuesday のお時間がやってまいりました。2020年10月6日火曜日、本日で第19回目。司会は私、沖縄県出身 FESN アシスタントディレクターの伊橋下太が務めさせていただきます。ついに2006年発表の FESN の7作目アンダーグラウンドブロードキャスティングのリバイバル DVD が発売されました。リバイバル DVD は全国のスケートショップまたは FESN のオンラインショップにてお買い求めいただくことが可能です。ぜひ皆様どうぞよろしくお願いいたします。さて、次回発売予定のリバイバル DVD は2007年発表のオン・ザ・ブロード。 FESN の8作目にして意外にも FESN 初の個人パートで構成されたベーシックなチームビデオ。主要楽曲すべてこの作品のために取り寄されたオリジナルサウンドトラックも話題になりました。また DVD とともに当時としても珍しいオリジナルサウンドトラック CD も付属した2枚組の作品としてリリースされました。今回はこのオン・ザ・ブロードという作品に迫ります。皆様どうぞ最後までご視聴ください。オン・ザ・ブロードは僕ファットブロスで週1ぐらいで働かせてもらったことがあって、なんかいきなり外人スケーターのなんか5人組みたいなのがブワーってスケボーできて、でなんだこいつだと思ったら、なんかオン・ザ・ブロードかビハインド・ザ・ブロードのなんか中野駅からファットブロスまでにこう早送りでタタタタタって行くシーンをただ覚えててきたってみたいなやつらがいて、お前らめちゃくちゃやばいねみたいな感じで初めてその FSN のビデオに憧れてきたみたいなやつらがいて、なんか高広森田いますかみたいな感じで、まあでそれは結局あのマジェンタのレオだったんですけど。I came to Japan for the first time in 2008 after watching On the Broad Takehiro Morita's video for Fat Bros Skate Shop in Nakano. It was the first time I watched a Japanese video. I thought it was amazing. I was really blown away. The music was made for the video. The filming was amazing. It really had a certain vibe, like a specific vibe I've never. 海外のその例えばレオとか。あれ見て結構影響を受けてきたっていう中野に来たいって言ってくれてるぐらい影響のあるビデオだと思ってるし、オン・ザ・ブロード見た時はもう森田さんの地元のなんかかっこよさとか楽しさとかその仲間意識みたいなのがこう溢れてて、アンダーグラウンドブロードキャスティングの撮影も編集もビデオのリリースも終わって、あとはオーバーグラウンドブロードキャスティング完成させるだけっていう風な時期になったんだけど、ちょっとその予定とはまた全然違う状況が生まれちゃって、でそれがうちら地元の中野のスケーターたちが異常なほど熱くなっちゃった。当時のうちらのクルーっていうのが、まあ、中地を筆頭にしたモッサン、ケンジ、ユウゾウ、ヨッちゃん、オレみたいな、やっぱ地元の仲間たちの映像がとにかくたくさん増えてってなった時に、やっぱもうオーバーグラウンドブロードキャスティングは世界中のビデオだから、世界中のセクション、世界13都市とかっていう感じだから、その一本の尺に入れるにはあんまりその一人一人の映像は多くはできないなっていうのはもう初めからあって、地元のスケーターたちはまあ頑張ってくれちゃったっていうかね、まあ熱くなっちゃって、まあ俺たちがね常にいつも映像をいじってるから、 FESN の最新の映像を編集してる段階から見れる環境にいたから、そうすると当然みんなも俺たちが目指しているレベルっていうものを結構みんなも共有しだして、うちらつるんでたクルーが全員熱くなっちゃったせいで、あこれやべえなみたいなって感じだったね、うん、あの時ずっと FESN と動き寄って映像がいろいろ溜まってきたんじゃない？ファットブロスのメンバーとしてビデオを1本作りたいっていう森田さんから連絡が来て、急になんか作るってなって、えっ、そういう感じだったね。やっぱファットに焦点を当てた、中野に焦点を当てた作品を作るってあったから、こっちもまあ燃えるじゃん。やっぱファットのライダーみんなそうだけど、まあみんな気合入るし、かといってまあ手を抜かせるから森田君も別に仲間だからってさ、
とにかくその時できることを頑張ろうっていうか、自分ができる精一杯のことをやろうっていう気持ちでやったね。もともと撮ってある映像ももちろんあったんだけど、やっぱその一人個人のビデオパートにするためにやっぱ本当に集中して撮ったよね。ファットのメンバーみんなで滑りに行って、これであれやろう何やろうみたいな感じでどんどん撮ってったっていうか、撮影期間本当短くて本当に3ヶ月だと思うんだよね。やっぱそれって確かあの音楽含めて3ヶ月ぐらいで作ったっていうか、本当に期間は短かったと思う。もう2006年の時点でもう11年とかやってるわけじゃない、FESN として。でその間にはもう7本スケートのビデオ出してる。スケートビデオっていうフォーマットって、スケートカンパニーだったとしたらライダーが7人いたとしたら7人のパートがあってっていうのが、まあいわゆるスケートのチームビデオなのね。ビデオパートだけで構成されるスケボーの、いわゆる普通のスケボーのビデオのフォーマットって、自分とそれまでオンザブロードまでは作ったことなかったから、やっぱスケートのチームビデオで自分が一番感化されたスケートビデオは何かって言ったら、俺はステレオだったのよ。あの1994年に出たステレオのビジュアルサウンドっていうスケボーのビデオが自分にとってのチームビデオの、そのものすごいインスパイアを受けた、素晴らしいと思った作品だったの。自分がそのチームビデオを作るんであれば、一個東京流のビジュアルサウンドを作りたいって思ったのね。あれはサンフランシスコっていうか、アメリカなんていうの、サンフランシスコで作らないとならないと思ったから、で自分らは東京でやってるから、あ、東京流のビジュアルサウンドをやりたいなと思って、それが一個だからリスペクト、自分に、自分がそのステレオのビジュアルサウンドってビデオに対するリスペクトとしてジャズを使おうっていうか、ビジュアルサウンドのオマージュをしたかった。で自分の友達の中でそのジャズの感覚持っててジャズを作れるって友達はもう太一しかいなかったのね。確か森田くんが次作ろうと思ってるのが生音中心のっていうか、生音だけのスケートビデオ、音楽は生音でスケートビデオやりたいんだよねっていう話になってて、でその時ちょうど俺バンドをやってて、そのバンドのデモっていうかリハとかデモのやつを森田くんに、私今こんな感じのやってんだよねって言って、あ、いいじゃんいいじゃんって。でじゃあこれでなんか映像こんなんでこういう感じの曲どうみたいなのでやるようになった。全部確か一から作ってレコーディングして、で森田君に渡してって感じだったから。太一スケーターだったからさ、あいつもステレオとも見てたから話が早いじゃん。まあ多分そのビジュアルサウンドの話はしなかったと思うけど、あのそう寄せたくなかったからね。そうあくまでそのイメージは俺の中だけで、だから太一には特にビジュアルサウンドっぽいビデオを作りたいとかそういうことは一切言わなかった、まあ、自分も多少はスケボーしてたから、どういうのがハマるかなとか、どういう曲だったらその見てて違和感がないかなっていうのはやっぱ気にはしてたけど、あと昔そのステレオのビデオとかやっぱすごいジャジーな感じ、ああいうのすげえいいなと思ったけど、ああいうまんまは絶対できないから、それとは違うニュアンスが出せたらなっていうイメージはすごいあった。曲として作るっていうよりも、そのシーンそのシーンの展開の曲っていうイメージで作っていったから、なんか展開云々とかよりもそのワンシーンの曲みたいなイメージで作っていった。なんかとりあえずファンキーな、まあ、あとはそのバウンスしていくっていうか、まあ、転がっていくような感じっていうのがまずイメージにあったような気がするんだよね。あとはまあ曲が出来上がってどういう映像になるのかなっていうね、後の楽しみみたいな。夜の映像にはまるやつって感じだった。まあなんせ夜中の11時から朝6時まで滑ってるアホだからさ、俺たちみんな結構深夜動いてる人たちだったよね。だモッサンのパートだったらちょっと低い音で構成してくれとか、モッサンかな、なんかスピード感とその音楽っていうか、あれすげえハマってんなって感じはすごいした。だせっかく作るんだからこと細かく口出ししたいじゃん、まあ、俺はそういう性格だから。オンザブロードの曲を作るってなって、で
オン・ザ・ブロードの曲を作って、あ、これもっと発展したらいい、違う展開の曲になるんじゃないみたいな感じで、まあ、自分のバンドの曲になってた曲が確かあったから、スケボー好きだし VHS を見てたりして、その音楽の印象ってやっぱすっごいちっちゃい時からあるから、それにやっぱ自分の曲が使われてるっていうか、それに参加できてるっていうのはやっぱすごい誇らしかった、うん。いかがでしたでしょうか。本来作る予定のなかったオン・ザ・ブロード、個人パートで構成されるチームビデオフォーマットが FSN 初の試みでしたが、さらにもう一つの試みとしてある要素が付け足されました。ブラックホワイトのモーショングラフィックスみたいな、初アニメーションみたいな、出すアニメーション、アニメーションで行こうっていうのはもう決めてたの。当時俺のデザインをずっと手伝ってくれてた大森洋平ってやつがいて、洋平くんのテイストだよねあれね。まあ洋平に絵描いてもらってアニメーションにしたのも洋平だし、 100% 信頼してたから。ということで、次回燃える火曜日 FSN Tuesday はオン・ザ・ブロードの作品性を決定づける要素について、当時のアニメーションデザインを担当した大森洋平氏の話を中心に、このオン・ザ・ブロードをさらに深く掘り下げていきたいと思います。リバイバル DVD の個人の皆様方のご協賛の募集に関しまして、引き続き8作目オン・ザ・ブロード以降の作品への協賛を募集しております。ご協賛額は DVD1 作品につき税込み1万円です。ご協賛いただいた DVD ブックレットの裏表紙にスペシャルサンクスとしてお名前を掲載させていただきます。あなたの思い出のある作品にぜひお名前を刻んでみてはいかがでしょうか。監督の直筆の感謝状とともに DVD を発送いたします。ご協賛は FESN のネットショップにて受け付けておりますので、引き続き皆様のお力添えをどうぞよろしくお願いいたします。次回の放送は今月10月20日火曜日です。どうぞお楽しみに。それでは今回もご視聴ありがとうございました。